いや、この BGM めっちゃ好きだな。ずっと聞いてられるわ。作業 BGM とかにしたらなんか、あれじゃない？こう、緊迫感ある状態でやれそうじゃない？ってことで、ハンナキーに話しかけていきましょうかね。他のとこちょっと見たいけど、ごちゃごちゃした機会がある。今はそれよりハンナキーかな。はい、わかりました。すいません。ハンナキーちゃん？ちょっと待って。撮り始めたはいいものの、私、ハンナキーの声ちょっと聞き直してきていいですか？何かご用ですか？警戒してるな。なぜここに？雰囲気を和らげる。ガーは和らげよう。やっぱね、話し合うためには、ちょっと空気柔らかい方が話しやすいでしょ？大丈夫。おまわりさんたちは何もしないよ。怪しいです。いつもこれなんだよね。私はあの方に頼まれてメンテナンスをしてただけなんです。緑だな！緑。そう呼ばれてるんですね。またの名をママって言うんだよ。メンテナンスって、中央の機械のこと？ママ。教えません。敵に死を送るようなことはしないんです。当たりか。なんか怪しいね。あの機械調べちゃおうよ。さ、ハンナキーに邪魔されるかもしれませんが、調べちゃいますよ、真ん中の機械。中央には大きな機械がある。なんだこれは。カプセルのような。触ってもびくともしないさ。ああ、そうなんだ。こっちは？こっちは調べられるわけじゃないのか。じゃあやっぱハンナキーから話聞き出すしかないのか？私は何も話しません。そっか。ん？他なんか、あれ、灯籠？灯籠別に使えるわけじゃない。移動もで、あ、できない。あれ？何したらいいんだ？なんか調べられそうなとこあるか？あ、さすがに操作はわからないね。とりあえず触る、叩いてみて、叩いてみようぜ！よっと。ああ！乱暴にしないでください！ならさっさと教えるぜよ！わかりました。見ててください。あら、あ、いい立ち絵、これ。お尻がかわいい。首がないまま。なんでよ、これ。中から、首のない緑が。人形の、体か。そうです。私の部屋に、あったものですが。繋がってるのか、この部屋と。この機械、もしかして、私たちを産んだ機械？はい。AI 降臨と言います。AI 降臨。AI 降臨ってこと？ AI 降臨。中に人形を置いて人工知能を選ぶだけ。あとは3分ほど待ち、チンとなれば完成します。カップラーメンみたいな感じ、レンチンするんだね。なるほどね。そんな短時間で、電子レンジみたいだね、その通り。まるで電子レンジみたいだね。冗談じゃないよ！私たちの命って何？そんなに軽いものなの？なあ、ハンナキ。お前さんはなぜ？これをメンテナンスしてたぜよ。それは、宴に使うと聞いてます。あんな恐ろしいこと、する気なんでしょうか。宴がメインゲームになるんだろうな、きっと、とは思うけど。宴の、俺、ポップアップさん。宴のことを恐ろしいことって認識してるんだ、ハンナキーは。恐ろしい。でも、ご安心ください。人形の頭部も ID カードもないので、これ以上何もできないんです。なので、いじめないでください。頭なら、あったね。ID カードはね、舞ちゃんが。え？つまり？もう一体の緑を作ろうとしていた？舞ちゃんが？そういうこと？
緑が2体？そうだよね。だって緑の頭がないのはきっとメイプルちゃんのところからごめん借りるねって言って、緑の頭をここに持ってきてるわけじゃん。で、ID カードないよーってなって、舞ちゃんに一回貸しちゃってるから、多分、ID カードをピッてやれば作れるっていう仕組みなんだろうね。だから、もうピッてやったから、もういらないから、サラちゃんに返すよーみたいな。そういう、あれ？緑増えるのちょっと勘弁してほしいけどな。あの、キュー太郎さん。なんだか辛そうに見えますが、怪我をしてるんじゃ。大丈夫ぜよ。あの、私が見ることもできます。まあ、そうだな。確かハンナキ2章の前編では割と、怪我を治そうとかっていう風な心遣いが見えたんだよな。やめた方がいい。見てもらえよ。見てもらった方がいいと思うけどな。多分変なことしないと思うよ。いいじゃん。見てもらえないよ、キュー太郎。わかった。すまんが、俺は少しここで治療を受けるぜよ。正直、結構辛くてな。強がりもほどほどにね。いやー、初めて見たね、この表情差分。相当無理してたんだろうなって思うわ。私たちに任せて。キュー太郎さんは休んでてね。ああ、なるほど。ここで見てくれるんだね。痛て、じっとしてる方が痛む気がするぜよ。気持ちはわかるけどね。あ、痛そうです。結構深い傷です。誰にやられたんですか？罪悪感あるだろうね、舞ちゃんね。AI 降臨の中には胴体だけの緑の、人形があると。頭ならあったな。じゃあ頭取りに行けってことね。任せろ。ここは特に灯籠使えるわけじゃないのかな。ちょっと一回使ってみようか。使えないね。行こうね。メイプル、頭もらうよ。緑の頭部か。取り上げる。緑の頭部手に入れた。悪いね、メイプル。いいの？なんかかわいそう。緑は悪い男だ。メイプルには似合わないよ。そっか。ほら戻ろう。キュー太郎心配でしょ。うん。鼻の下伸ばしてたら許せないもん。おっと、舞ちゃん、キュー太郎さんに惚れてない？君もしかして。まあいい男だからな、キュー太郎さんな。そこが心配なんだ。ああ、かわいいな。舞ちゃん、かわいいとこあるな。じゃあ戻ろう。はい。はい。あれ、ハンナキいない。俺、キュー太郎もいない。ん？キュー太郎たちがいない。どこ行っちゃったの？キュー太郎さん！奥の方にいるのか。奥？奥？いや、頭取り付けるのはちょっと一回置いといて。奥？奥？いやー、頭取り付けるしかなさそうか、もしかして。あー、取り付けよう。これで、いいのかな。さすがに動かないよね。ただの人形でよかった。でも、これがどうして宴に関係あるのかな？おそらくだが、七つの棺を満たすためには、緑が入っていた棺も空っぽじゃダメだ。ああ、だから、もう一体の緑を入れなきゃいけないんだ。そっか！この人形を身代わりにするんだね！そういうことになるが、ただ、こんなの用意しなくても、誰かが代わりに入ればいいような。そうなんだよな。何してるんですか？皆さん、本当に宴をするつもりなんですね。だって、宴ってみんなで生きてクリアする方法じゃないの？あれは、そんな優しいものじゃないです。最悪なゲーム、殺されます。誰かが、絶対に。そんな、話が違うよ。だって、メイプルちゃんは、とにかく、
ダメです。棺には他に方法はねえんじゃ、ハンナキ。ああ、確かにな、棺閉じててゴーって燃えてたんだよな。一体誰の話が本当で誰の話が嘘なのかわからん。でもメイプルちゃんのことは信じたいけど、ハンナキが言ってることも嘘だと思えない。ですが。何もしなくても、ダミーズの首輪は爆発しちまう。少しでも助かる可能性が増えるなら、やるしかねえぜよ。それなら、これだけはお願いします。可能な限り、誰が棺に入ってるか、バレないようにしてください。はあ、なるほど。バレたらまずいのか。今、監視システムは無効になってます。今ならチャンスです。たった一人でもいいから。難しい要求だな。緑の人形を使おう。変装しよう。変装しようはふざけてる気がするな。まあ、緑の人形を使うべきなんだろうな。変装して棺に入ろう。おまわりさんは銀を演じる。ちょっと無理があるな。変装とかの話じゃないんだよな、もう。だって、12歳の体にムキムキのおまわりさんがなろうとしてるんでしょ？ちょっと見てみたいけど。悪くねえな。お前さん発想がどうかしてるぜよ。それより、こういうのどうかな。緑の人形を棺に入れて、ぽひょ。そして刑事さんがどこかの部屋に隠れる。そしたら緑は姿の見えない刑事さんが入ってるって思うでしょ？なるほどぜよ。偽装工作やな。面白いです。でも、もう一つ必要なものがあります。それは ID カード？なんて言ったんだよ、教えてくれよ。私だってこの場にいるはずだろ。私の怨念が刑事さんにまとりついてるはずなんだけどな。ちょっと聞き漏らしちゃったみたい。なるほどね。はい、やはり難しいと思います。それだったらおまわりさん用意できるよ。本当ですか？あ、とにかく必要なものは揃うよ。あとは緑の人形に AI 降臨で人格を与えればもう立派な身代わりの完成だ。偽装工作いけるよね、ハンナキーちゃん。肝心なことが一つ残ってました。その人形の頭部、電池切れなんです。が、電池切れじゃダメなのか。じゃなんちゅうぬか喜びぜよ。でも5階の充電設備を使えば。あー、だからか。舞ちゃんが充電施設に反応してたのはそういうことだったのか。マジでよ、そんなもんあるぜよ。よし、ID カードはきっとサラちゃんたちが持ってくる。どうにかこの頭部さえ充電できれば。やろうよ。もう疑心暗鬼になる必要なんてない。怖いけど、こんな前向きな気持ち、初めて。こんなになんかちゃんと作戦練って動いてくれてたのに、なんであんな怪しげな行動したの、舞ちゃん。どういうこと？希望って、大事だね。くれぐれも気をつけて、治療が必要であればまたここへ来てください。じゃあ九太郎さんはそこそこ治療ができたってことなのかな。じゃあまず緑の頭を充電しに行くことと、舞ちゃんがサラちゃんたちと合流をして、ID カードを借りるところってとこだよね。でもなんであの刑事さんは5階にやってきたサラちゃん、こっちに来ちゃダメだって言ったんだろうね。そうや、刑事。悪いが一度墓地の方へ寄ってくれねえぜよ。ん？まあいいけど。墓地か。はあ、なんで？他のところも一応見て回るけど。まあ別になんもないかな。あれか、エレベーターのブレーカー上げればいいのかな。
ああ、別にできないか。まあ、じゃあ墓地行かないとダメね。オッケー、墓地行きます。来たよ。いてて、ちょっと座らせてもらおうぜよ。どうしたんだ？あれ、そういえば、そうだよね。ハンナキーと、その、どっか奥に行ってた時って、キュー太郎さん、ハンナキーと何の話してたんだろうっていうのが気になるところだよね。どうしたんだい、キュー太郎さん。刑事、さっきの作戦だが。ああ、緑の人形を使った偽装工作だね。敵を欺くには、まず味方から。刑事、お前さん、棺の中で処刑されたってことにしねえか？何言ってるの？キュー太郎さん！どういう作戦？みんなを騙すのか？うん。みんなを騙すのか、うまくいくかね。ノリノリじゃん！簡単な話ぜよ。ここに転がってる人形を棺に入れて、処刑装置が始まるまで待つぜよ。そして刑事は上の階に行って、頭部を充電する。帰ってきたら AI 降臨を使って、もう一人の緑を作り、棺の中身を入れ替えて、刑事も姿をくらますぜよ。やめようよ。サラちゃんたちがかわいそうだよ。ああ、だから、あれか、騙すにあたって舞ちゃんの挙動がおかしかったのか。でも蓋が開いちゃうんだよね。そこじゃないでしょ？蓋はどうにかなるぜよ。何？刑事、持ってる灯籠は今使ってみるといいぜよ。オッケー。まあ、緑になってたもんね。これは、見えるぜよ。色が変わったのが。なんでこれ、キュー太郎さん知ってるの？この素材が、ある仕掛けを生み出すぜよ。ハンナキーから何か聞いてるのか。でも、蓋をロックできてもさ、どうやって誰にも見つからず上の階に行く気なの？作戦はある。刑事を単独で上の階に送る方法がな。キュー太郎、信じていいのかい？みんなに会いたいな。いや、思っててほしい。みんなに会いたいって。おまわりさんは、みんなに会いたいな。全部終わったら会えばいいぜよ。譲る気はないらしい。OK だ。乗ってみるか。わかったよ。私もやる。全部うまくいったら、サラちゃんたちに謝ろうね。よし、準備ができたら俺に声をかけてくれてよ。詳しい作戦は、その時がや。なるほど。じゃあセーブして心の準備をしまして、ちょっと飲み物も飲んで心の準備もしますね。はい、じゃあ心の準備もしたので、キュー太郎さんに話しかけていこうかなと思いますよ。作戦実行の準備ができたら教えるぜよ、刑事。お、話がしたい。傷はどう？痛まないかい？心配すんな。大丈夫ぜよ。灯籠使いたいね。あのさ、キュー太郎。失われた記憶について、話してみない？記憶ぜよ。ああ、カウンセリングだよ。職務質問のが似合ってるぜよ。だが、まあ、この際だ。最後に頑張ってみるぜよ。ビビってたぜよ。真剣に思い出すことで、何かとんでもない記憶を掘り起こすんじゃねえかって。かもね。蛇が出るか竜が出るか、とことん付き合ってもらうぜよ、刑事。ああ、できるんだ。じゃあ思い出そう。ん？なんだこれ。はいはいはい。俺が気になってる記憶は、入院してた病院でのことぜよ。俺が怪我をして一時期野球ができんかったことは、出会った時に言ったぜよ。治った怪我やし、過去の出来事なんざ振り返らんかったけど、どうもそれだけじゃねえような、はっきりしない記憶になっとるがや。よし、思い出させてみるしかないね。いや、まさかさ、このなんか女性みたいな人が緑だったりしないよね。はぁ、緑です。やだー、もう、そんなに、あれ？野球じゃない。写真だな。この、野球ボールとバットの置物、どうかな？その部分のこと、もう少し思い出せるかい？まあ、それか。ちょっと思い出したかもしれんぜよ。
その置物は、本当は捨てちまったぜよ。応援してくれる人からのもらい物だったんやけどな。飾っておくのが辛かった。お前さんには何も隠せねえな。その通りぜよ。野球に関わるものすべて目の前から消したかったんじゃ。だから捨てた。そして忘れたふりをしてただけぜよ。うん。今も昔も弱い人間のままぜよ。弱さを認められるのは強い人間だけさ。いや、その通りだと思う。ちょっと、他のゲームのことも思い出しちゃったな、今。多分ね、私が言いたいのは弾丸論破の実況を見ればわかるかなと思うんで。一応ね、他のチャンネルでちょっとコラボ実況させていただいてるんで、よかったら、見てほしいですね。という露骨な宣伝も入れておきつつ、いや、本当にその通りだと思う。じゃあ他には緑は最後にしてやるんだからな。Q 太郎さんが、あ車椅子だ。そっか。あ、しかもなんか、顔もちょっと違う。ん？テレビも野球じゃない。あ、間違った、で、カーテンもなんか違うね。あー、じゃあもう一度野球ができる体になりたいみたいなことを願ったのかな、Q 太郎さんは。そんな気がしてきたね。ここは別に変わってない。じゃあ、テレビかな。テレビ見ようか。このテレビ、どうかな。その部分のこともう少し思い出せるかい？任せるぜよ！テレビ、そういやちょっと心当たりがあるぜよ。ちと恥ずかしい話になるが、俺は、テレビを見れなくなったんじゃ。へえ、なんで？テレビをつけると、いやでもニュース番組がやってるぜよ。見えちまんだよ、野球のニュースが。見れなくなったのは、テレビじゃなくて野球？うん。俺は薄情なやつぜよ。チームメイトを応援することもできねえ。死ぬほど苦しかったんじゃ、野球を見るのが。いや、気持ちはわかるさ。お前さんも、刑事ドラマが見れなくなったんやな。そういうことになるかな。またちょっと違うんじゃないか。俺もあの時ばかりは、野球より死を考える時間が多かったぜよ。Q太郎、誰にも言うなぜよ。いや、そうね。Q太郎さんなんか相当強い怪我してそうだもんな、なんかこの感じ。自分自身の顔、もう少し思い出せるかい？変な質問やが、そうだな。そういや、なんかいつもと違ったぜよ。一体、あの時、俺は、包帯だ。顔に包帯を巻いてたぜよ。おかしいぜよ。俺の怪我は足だけじゃなかったきゃ。頭も、怪我をしてたってこと？いや、目だ。俺は視力を、あの時ほとんど失ったぜよ。え？なんで今じゃあ見えてるの？どうなってるぜよ。だったらどうして今は見えるんじゃ。治療か手術がうまくいったとか？ガッチャ、その記憶がない意味は何ぜよ。消されたとしたら謎が残るね。早く思い出したいぜよ、すべてを。他は、ちょっと先にじゃあカーテンかな、カーテン。この部屋にかかったカーテンどうかな？カーテンか。お前さんも変な部分が気になる男ぜよ。気になるところはない？いや、あったぜよ。確かカーテンは、向こうの部屋から見えないように半分閉じてたぜよ。あの部屋には子供がいたからな。しかも野球大好きっ子ぜよ。俺のことも知ってるくらいの。子供にとってスポーツ選手はスーパーヒーローだ。そうぜよ。お前さんなら分かってくれるか。あんな姿見せちゃいけねえんじゃ。
入院してる子供に。気落ちしたヒーロー、見せたくなかったんだな。そうだろうな。他は特になさそうかな。緑以外、あとは、あれか、車椅子か。先に車椅子見よっか。車椅子。この、九太郎が座ってる木の椅子、どうかな。わあ、木の椅子やな。そういや、木の椅子なんかじゃなかったぜよ。もっと座りやすかったきゃ。座りやすかった。そうじゃ。なぜなら、車椅子だったからぜよ。ザッツ忘れとったきゃ、足の怪我は思いのほか大きかったぜよ。治療もだいぶかかりそうだね。ああ、二軍の選手がプロ野球に復帰するには、深刻な期間ぜよ。焦る気持ちも大きかっただろうね。なるほどね。で、じゃあ、緑かな。この看護師の女の子どうだろうか。その人のこと、もう少し思い出せるかい？ああ、確か女の、ん？いや、男だった気がするぜよ。タッパがもう少し高くて、そんで、顔が、そうや！緑と同じ顔をしとった。ありえんぜよ。じゃあ、俺はあそこで緑に会ってたってことかじゃ。冷静に、それは確かかい？ああ、今思い返すと、そうとしか思えんのや。緑に会い、話もした。引退についても相談した気がするぜよ。胸の内を明かすほどの間柄か。その通りっすよ。引退か。足だけじゃなく、視力まで失えば、続ける自信はなくなるか。そうなるよね。あー、これで最後じゃないのか。他に何かあるか？探そう。お花は別に変わりない。ライトも同じでしょ？この文字も同じっぽい。この奥も変わらないよね。で、木もなんか別におかしなところはなさそう。カーテンは閉まってる。テレビも消えてる。あー、なんかどっかにさ、あれがあると思ったんだけど、同意書もどき。なさそうなんだよなー。すんげーちっちゃい違いなんだけどさ、これか？この布団の、ベッドのシーツのかかり具合というか。この大きなベッド、どうかな？その部分のこと、もう少し思い出せるかい？ベッドか？別に普通だと思うがや。が、いや、確かにちょっと記憶違いがあるぜよ。ベッドの高さを低くしてもらったんぜよ。あれ？あ、そっか、ベッドがこれ低いのか。なるほどね。体がでかすぎて落っこちそうになったからだけや。さすが巨漢だね。笑いごっちゃねえっちゃ。足の怪我が悪化したら選手生命に関わってくるぜよ。ベッドから落ちて引退しましたなんて、個人の奴らに聞かせるわけにはいかないぜよ。面白ニュースになっちゃいそうだね。刑事、貴さん、真面目に聞いちょらんぜよ。けど、そんなこともなく、無事に退院できたんでしょ？九太郎？そのはずぜよ。ん？これで全部か。オッケー。思い出したぜよ。すべてな。本当の記憶は、こうぜよ。俺は選手生命に関わる大きな怪我をしたぜよ。練習中の怪我ならまだしも、関係ねえところでの不注意な事故ぜよ。俺は動けない体で毎日悩み続けた。いや、これ、不注意の事故って言うけど、わざと緑とかがさ、仕組んだ事故なんじゃないのって思うけどね。そこへ、あの看護師が来たぜよ。死んじまおうかな。俺にはもう価値がないけん。死んじまった方がマシぜよ。大丈夫。またすぐ動けるようになりますよ。そりゃ、いつまでかかる。何日後、何ヶ月後ぜよ。いや、一年か。この足で、この目で野球ができんのかよ。すみません。悪い。けど、気休めはやめてくれぜよ。
方法はあります。あ？アスナロの誓いって知ってますか？ある同意書に名前を記入すれば、どんな願い事でも一つだけ叶えてくれるんです。バカな夢物語は信用せんぜよ。もちろん建前です。噂では実態は非合法な医療の実験台にされるだけとも。しかし、死ぬくらいならどうなんでしょうね。実は一枚だけ手元にあります。置いておきますね、九太郎さん。バカな夢物語せよ。けど夢を追うのが俺の人生か。この目も足も、まっとうな手段で手に入れたものじゃねえ。あの同意書に記入した対価だったぜよ。これが、九太郎の消された記憶。くっそ、何がスポーツマンぜよ。俺は、初めからフェア精神なんざ、持ち合わせてなかったじゃねえか。そうか。いや、重てえな。九太郎さんの体、まあ、確かに怪我でうんたらかんたらっていうのは言ってたけどさ、最初から。いや、まさかここに繋がってきてこれが伏線だなんて思わんよな。いやー、苦しかっただろうな、九太郎さん。じゃ、ちょっと話がしたいってしてから、同じかな。うん。じゃ、セーブして、じゃあ説明を聞くのは次回にしようかな。ちょっとね、九太郎さんの声やってるとさ、喉がガラガラになってきて長時間実況取れないんですよ。まあ、九太郎さんの辛い過去は聞けたけれども、刑事さんがどうやってここに来たのかっていうのはまだ知れてないから、ちょっとその辺気になるよね。ってことで、また次回。おつぴよでーす。